ちは。こんにちは。さあ、豊さん、はい、終盤です。もうこのね、今シーズンの12チームのオーダー勝手に内予想ということで、さあこれお前地獄になるから。最初に来なかったら地獄だぞこれは。いやもうそうですよね。まあまあ、我々の今年の YouTube のチャンネルを占ってるかもわからないな。そう、過言ではありません。皆さんお願いします。お願いします。じゃあ、見てくださいよ、しっかり、ね、今日もプロ野球チップスの中から引いていただきましょう。さあ、何を引くかな。お、セリーがそこを引いた。じゃあパリーグはどこ引くかな。豊さん、今度は中日とソフトバンク、ソフトバンクです。あ、これはちょっとずれた。ちょっと順位が一つずれましたけど、いや、いいです。Bクラス同士だもんな。そう、Bクラス同士ですね、昨シーズンの、はい。じゃあ中日からいきましょう。はい。はい、中日のオーダー、まずは。やっぱりね、大島が一番だと嫌だよ。まあ、昨年3番を使ったけど、はい、やっぱ大島が一番っていうのは、大島って中日で一番確率のいいバッターだからさ。はい、そこがやっぱ一番に来るとやっぱ嫌だと思うんだよね。相手も。それと大島の特徴って1打席目に打つ確率ってものすごい高いんだよ。やっぱピッチャーが仕上がってない、リズムに乗ってない時に捉える率っていうのを大島っていうのはものすごい高いよ。はい、だから俺は1番に据えたよね。お、じゃあ中盤から大島選手ずっと3番に使ってたんですけど、そこを1番に戻すと。俺は戻すんじゃないかと思う。じゃあ1番になっていた京田選手は2番になる。京田はね、途中でね、考え方が変わった、野球の。これ何考えてたか、野球をやってたか分かんないんだけど、はい、ブリ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 打てないのに振り回してたんだよ、うん、長く持って、うん、それが途中で短く持ってるんだ、バット。ほ、それからね、率が上がってきたんだ。だから自分はホームランじゃなくてもうつなぎでいいんだというような意識の芽生え、はい、そういうことがあったんで2番。お、大島をいかに生かすかというっていうことに専念しろと。で、そういう考え方がもう多分できるようになって、できるようになったんだろうね、なんか、はい、やっぱ短く持っても打つ方がいい。た、例えばね、バッターって短く持ったらかっこ悪いとか、うん、はい、なんかあるんだよ。あるんですか。ある人がいるんだよ、やっぱり。あ、ね、俺らなんか短く持つようにずっとなってたの、はい、小さい頃から、うん、こうグリップが当たるのが嫌なんだ、ここに。あ、ここに、はい、うん、でも練習の時は長く持って打つんだけど、うん、試合になったらちょっと余すんだよ、はい、それが普通になってたから。だから強打も長く持ってたのが少し短く持てるようになったんだよ、うん、でもここはやっぱプライドを捨てたということだと思うんだよ、うん、だからここら辺は思考が変わってきてるから、はい、俺は2番を打たしたいんだよ。おー、なるほど。俺が監督みたいだろ。はい。いや、でもオーダー大きなお世話なんだけどさ。いやいや、でもオーダーを作るってことはそういうことですよね。そうそうそう。で、3番は昨年、はい、やっぱどうしようもなく調子が悪かった高橋周平。ここは気合い入れてくると思うよ。おー、クリーンアップにそこは入ってくるということですね。お前、高橋周平の背番号何番だと思う。あれ何番でしたっけ。3番だろ。はい、もう殺されるよ、お前、立浪に。え、やらなかったら。そうですね、立浪さんの番号なんですね。そうよ。なるほど。じゃあそこは、いや、まあそうじゃなくても、まあ、素質的に、はい、やっぱ3番打てるバッターだし、うん、少し率にこだわりすぎてて、はい、バッティングが小さくなってたと、うん、で今年は少しホームランも狙うようなスタイルでいくって言ってるんだよね。あ、そうなんですね、うん、いや、だからまあ3番、俺は状態も戻してくると思うし、今年は昨年みたいな悪いことはないと思ってるんで、はいはい、だから俺は高橋を3番にしたい、はい、で、まあ、4番はもう鉄板でビシエドだよね。そうですね、うん、で5番です。5番はね、はい、福田。あ、福田選手、福田選手、そうですね、これはね、ちょっとわからない、わからないけども、うん、福田は俺は勝負強いと思ってるから、はい、本当に、うん、なんか意義ありそうだな。いや、ないです。ないか。いや、ないです。いや、文句あるんだったらいつでも聞くぞ。ないです、ないです。本当に。だから、あ、3、4、5、このパターンでいくんだなっていう。そうそうそう。とこですよね。で、6番に木下。お、キャッチャー。キャッチャー。はい。キャッチャー、木下バッティングいいからね、言っとくけど。そう、実はキャッチャーとしてすごいっていう、ね。すごいんだよ。そうなんですよ。ちょっとね、なんか、キャッチャーらしくないキャッチャーなんだよ。あまりその脚光を浴びないんですよね。本当にもう。
なんか地味というかさ、なんか中日ってなんかそういうカラーなんですかね。いや昔は派手だったけどね、中日は谷繁さんやったりとか、いや宇野とかさ、あ宇野さんもいましたね、そうそうそう、立浪さんとか、立浪とかね、もう派手だったんだけどさ、地味になっちゃったよ。そうですよね、本当にもっとギラギラしてていいってことですよね。そうそう、で阿部、はい、はい、マスター早く見たいね、ヒゲがないマスターをちょっと笑っちゃったけどね、キャンプの時あれなんかお客さんが出たみたいな。そうそうそう、まあ、で阿部選手を、7番、はい、はい、で8番にブライトと、おドラフト1位、あえもう、あもう使おう、もう使おう、使おう、もういきなりいいじゃん、なんで、いや悪くないですけど、なんか大事に箱に入れとくか、いや違います、まだ見てないからどんな感じになるのかなって、選手権でちょっと見たけどさ、ホームラン見たけど、はい、やっぱり飛距離は持ってるよね、うん、あとは確実性なんだけどさ、はい、こういう選手ってやっぱドラフト1位で取った選手ってやっぱり魅力があるんだよ、うん、その魅力っていうのはやっぱりちゃんとした環境で使わないと光輝かない、うんうん、だから8番でいいからスタートさせろ、もうそこからスタートさせて打ってきたらどこかに打順変えてっていうことですよ ね、うん、でこのオーダーを組んだけど、はい、楽しみなのは例えば石川、はい、ネオ、うん、この2人がどう絡んでくるかだよね。そうですね、ネオ選手入ってなかったんですよね、うん、多分このオーダーの中でやっぱ福田っていうのは消えそうだけどね、はあ、それはなぜ、いやなぜっていうかやっぱ守備があんまり良くないし、はあ、代打に置いときたい選手なんだ、勝負強いから、はい、ここ一番で使いたい選手なんだ、うん、これからレギュラーっていう選手の年でもないし、はい、だからブライトがしっかり活躍できるんだったらもう福田の代わりに上上げてもいいし、はい、ね、石川が良ければ石川使ってもいいし、根を使ってもいいし、うん、その楽しみがあるよね。そうですね、はいはい、まだ入る余地があるということですね。そうそう、はいはい、ちょっと中日見ましたけれども、はい、パ・リーグはソフトバンクです。はい、はい、1番、はい、三森、選手、うん、まあしょうがないよね。はい、お周東選手、俺は牧原とか好きなんだけど、はい、気持ちがあるからね、はい、でもあの左ピッチャーを打つのがめちゃくちゃうまいんだよ三森って、はい、ほ5割ぐらい打つんだから、うん、でねやっぱソフトバンクに対して左をこうぶつけてくるケースって多いんだよ、はい、だから三森っていうのはいいと思う。あで1番で出てくれれば、だから周東とかはまだね左を打つ技術がない。そのね、怪我、昨シーズン怪我で開けてきたとしても、うん、周東選手はその1、2番とかはやっぱりね、スペシャリストで置いときたいよね、足の。ああ、そこなんですね、うんうん、で、中村、はい、中村晃選手、うん、中村はやっぱり2番に入った時のこのつなぎとか、はい、この選手は打順によって打席を変えられるんだよ、うん、考えを、はい、だから中村っていうのは2番に置いといたら便利な選手だよ。おお、はい、じゃあ2番が一番最適というか、はいはい、で3番は柳田、はい、で4番が栗原、はい、そして5番にリチャード。おお、やっぱねリチャード5番ぐらい打てるぐらいに成長してくれよという意味で、あの期待を込めてのってことですよね、うん、まあ将来的には4番だから。あそっかそっかそっか、じゃあここでまずは5番を打っといてっていうことですよね、うん、そうそうそう、あのね、デスパイネとかまだあのグラシアルの教師がちょっとね対談みたい な、まあ、ないそう対談濃厚とはあれだったんですけど、ちょっと分からないんで今このね、そうそうそう感じだなんですけれども、そう、うん、で、マサゴ、はい、マサゴ選手やっぱ魅力あるんだよね、俺はこの選手、うん、足も速いし、はい、で、右でしょ、はい、だから右って貴重だからね最近ね、なんか知らんけど、そうですね、左じゃなくてばっかりでしょ、はい、右なんです ね、 ね、だから正子、はい、正子選手で甲斐選手で今宮と、今宮選手もね怪我、まあそうだな、はい、あで、でもまあ負担をちょっとなくしてあげたいよね、うん、まあ本当は上位も打てる選手、まあ2番とか適任なんだけどね、はい、あのバントもうまいしさ、うんうん、だからそういう意味ではその上位を打たしてもいいんだけども、はい、やっぱこう足の状態だとかものすごく負担のかかる、うん、ポジションやってるからね、ショートという、はい、うん、負担を少し軽くしたいなっていうのが、まあ、本音だね。うん、そうなんですね、うん、さあソフトバンクとそして中日、はい、見ましたけれども、まあソフトバンクはいろいろ若手がこれから出てくると思うし、はい、おそらくチャンスをものすごく藤本監督っていうのは、うん、
与えると思うよ。あの若手の選手に。そうそうそう、ね、だからこのオーダーでいくとは思えないし、いろいろ変えてくると思うしね、はい、うん、で中日の方もいろんなことを試す可能性もあるという。まあ、立浪新監督ですしね。そうそうそう、で石川とか根尾っていうのは、うん、メンバーに今入れてなかったけども、はい、入ってこなきゃいけない選手だけに、うん、まあ、どういうふうな使い方をするか、うん、まあ、ちょっと楽しみだよね。そうですね、はい、はい、